にらめっこしましょう。アップ。何見てんだよ。ストレッチを医学に。はい、体ことらしでございます。巻き込み型、肩が巻いちゃうやつね。なんか猫背みたいになっちゃうやつだよね。はい、それのトレーニングでございます。ないと思うので、こういうゴムね、あったらいいと思うので、これはドン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 キーに売ってますから。ドンキホーテさんにね、金子たらしの商品も置いてあるんだよ、これ。ドン SOB 欲しい人は買ってください。今日はですね、ゴムのトレーニング、ない方は紐状のものでもいいですし、ペットボトルを持ってもいいですけどね。こういう人いるよね。こういう人って損してるのは、腕が太く、この面積が広いから太って見えるんだね。首も短くなってるよね。これをですね、足に一旦踏んでいただいて、はい、この感じですね。この感じで皆さんやってみてくださいね。力こぶを使う、こういう筋トレじゃないので、これをちょっと両方いっぺんにやって上げたら、メインはこの肩、この肩を手が上がったちょっと後に下げるようにして、グッといいですね。下がって、はい、力抜いていいよ。もう一回ちょっと上げながら、この肩が下がります。グッと下がっていく、いいですね。連続でやってもいいね。はい、1戻して2、こういくけど、ここだけじゃなくてこれを下げるのがいいのね。3、上がったらこの肩を下げていきます。4、意識するところはこの鎖骨の前と脇の、この後ろの肩甲骨の後ろ、この2点。1、はい、5、 OK。 これだけで、ほら、さっきと比べるとドンドン。長さ、高さが変わってるじゃないですか。そうすると横から見るときにだいぶ違いますよね。間違えないでいただきたいのは、この上腕二頭筋、力こぶ鍛えてるようなものじゃないんです。ここを上げるけど、きっかけにね、きっかけに上げるけど、ここの胸鎖関節、ここドン、はい、胸鎖関節、ここがしっかり動くような感じで、こっからここまでが動く感じ。肩が下がるね、そうすると腕が上がるけど肩が下がるね。肩上げてみて、ほら、なんか顔大きく見えない？こんなと下げて、ほら、あら素敵でしょ。こんな感じで肩甲骨の位置って見た目の印象だいぶ変わります。ぜひやってみてください。今日は金子とゆかでした。はい、ストレッチを医学に。それでは。